一緒においでよみたいな感じから、はい、ドアを開いていって、そこから皆さんと一緒にちょっと怪しい世界に入っていきたいと思います。はい、明日楽しく、はい、かけてきたので、だんだん顔とかも濡れてしまいまして、はい、霧吹き機、何か、はい、もうちょっと興奮して覚えてないんですけども、めちゃめちゃ濡れました、顔も濡れました。今着てる水着のポイントは、やはりちょっと私は V 字がすごい好きだということに、この DVD の撮影の時に気づきまして、はい、ここのラインを皆さんにちょっと見ていただきたいなと思いまして、なんていうんですか、ここは V 字でいいんですよね、コマネチラインじゃないですよね、なんか、はい、このビキニラインを、はい、とお尻を皆さんにご覧いただきたくて、この水着を選びました。はい、私今ちょっと芸能人女子フットサルチームという、はい、のリーグ戦の中の所属チームに入ってまして、チームに所属しておりまして、はい、リーグ戦中でございます。2月2日に大会の、はい、リーグ戦2月大会もありますので、ぜひそちら応援に来ていただければと思います。と、はい、おみやしチュラという、はい、チームに、おみやしチュラという、はい、長いですね、おみやしチュラです。はい、おみ足、足がチュラっていうのがイタリア語かなんかで綺麗という意味らしくて、はい、はい、足が綺麗、自称足が綺麗、はい、チームにちょっと私はどうかわかんないんですけど、はい、ちょっとそのリーグ戦によってここ出てくるチームが違うんですけども、まあ5、6いたら下から1、2を争うような、はい、じゃチアリーディングを、はい、しておりました。飛ばしてました、はい、土台でした。107センチです。はい、110になった時もあったんですけども、今キックボクシングを習っていて、はい、ちょっとですねヒップアップを目指しております。キックボクシングでだんだん引き締まってまいりました。で、お尻がキュッと上がって、あと少しダイエットしたので107センチという。もともとチアリーディングの時、はい、そうですね、チアリーディングの時からもっとプリプリしておりましたね。はい、転んでもなので痛くないです。はい、階段から落ちても結構無事です。バイバイ。